皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回なんですけれども、和歌山にあるアドベンチャーワールドでコウベンちゃんとコラボしているということだったので、早速ね遊びにやってきましたよ。早速入場したんですけれども、ディズニーとかユニバをね彷彿とさせるような作りになっていますよね。ではコウベンちゃんを探して冒険をスタートしていきたいと思います。僕はここに来たのは初めてで、何よりねコウペンちゃんのモチーフになっている皇帝ペンギンをね生で見たことなかったんで、めちゃくちゃ楽しみですね。10月2日にエンペラーペンギンの赤ちゃんが生まれたみたいですね。でコウペンちゃんもすごく嬉しそうです。この長い廊下にもコラボしているコウペンちゃんのポスターがたくさんあるので、さらにワクワク感を高めてくれます。でこれ見えてきたのがペンギン王国の入り口ですね。アドベンチャーワールドにはペンギン王国と、もう一つ怪獣館というねコウペンちゃんのゾーンが2つ存在してるみたいなんですけれども、早速ねペンギン王国の方から入ってみたいと思います。中に入ってみるとね、こうやって壁一面にペンギンの何て言うんですか、コロニーですかねがあって、ペンギンキングダムと書いてあります。でコウペンちゃんもとてもワクワクしてますね。それですぐ隣に移動してみたら、見てください、この空間ペンギンだらけですね。で思ってたよりも数が多くてびっくりしたんですけど、でこれが最初ね皇帝ペンギンかと思っちゃったんですけど、これはねキングペンギンですね。キングペンギンの特徴として、目の横と首元がねオレンジっぽくなってるのがキングペンギンの特徴らしいですね。皇帝ペンギンはオレンジではなく黄色みたいですよ。ペンギンは1年に1回羽が生え変わるみたいなんですけども、こちらのペンギンはまだ完全に生え揃ってない。可愛いですよね、なんか。ちょこちょこと毛がまだ残っていて。早く生え変わってほしいですね。で、こっちではね、ペンギンたちが雪遊びしているんですよ。めちゃくちゃ可愛くないですか？それで、なぜかね、周りのみんなたちが真ん中に集まってきたので、こちらのコウペンちゃんも仲間に入れてください。ちょっとこれ見ててください。つるっとね滑っちゃうんですよ、可愛すぎる。はい、ご飯の時間になりました。そうするとね、みんなたちがこぞっても餌のところに大移動するわけなんですよ。みんなしてドドドドドドドって感じですよね。アデリーさんのように早くはないんですけど。それで食べ終わったらみんなしてね空を飛ぶ練習でもしているんですかね。アデリーさんの置物があったんで、とりあえず記念撮影してみました。でさらに進むとコウペンちゃんゾーンを発見しました。すごいですね、ペンギンワゴンと書いてあります。アドベンチャーワールドでコラボしてるコウペンちゃんが並んでいますね。それでその中にいつものコウペンちゃんもちゃっかりと加わっちゃいました。ペンギンラリーというイベントもやっていまして、この空欄を全部埋めるとオリジナルのポストカードがもらえるみたいだったので、しっかりと全部埋めてきました。はい、こちら教えてくれないタイプの白クマさんです。それでもコウペンちゃんからしたらみんな友達。そしてペンギンの生態についてもね、詳しくいろんなことが書いてあって、もうまるで博物館ですね。至る所にペンギン尽くしです。もうペンギン王国という名は伊達じゃない。先ほどのキングペンギンを下から見ているんですけども、空を飛んでるみたいですよね。コウペンちゃんもすごく楽しそう。これはイルミネーションですね、ペンギンが光ってます。でもう一ついるんですけど、はい、こちらもいつものお供のコウペンちゃんが混ざっていました。そしてこちらはキングペンギンの赤ちゃんです。皇帝ペンギンと違って白くないんですね。体の色が茶褐色みたいです。こっち見てほしいけど見てくれないですね。これでペンギン王国は終わりになります。コウペンちゃんはいませんでしたね。いるのは怪獣館の方みたいです。怪獣館の方に行く前にイルカショーをやっていたので、ちょっと見てみました。コウペンちゃんもね初めて見るイルカショーにすごくワクワクしています。イルカさんのジャンプにコウペンちゃんも釘付けですね。そしてイルカショーが終わって歩いていると、コウペンちゃんとはゆかりがあるホワイトタイガーがいたのでツーショットです。はい、じゃあ今からケニア号に乗ってサファリワールドに行きます。コウペンちゃんもね初めて見る動物さんたちに
そわそわしていますね。見てください、ホワイトタイガーがいます。かっこいい。さっきまで水族館にいたのに今は動物園ですよ。不思議な感じですよね。そして次のホワイトタイガーはぐっすり眠っちゃってますね。日向ぼっこでもしてるんでしょうか。気持ちよさそうですね。そしてこちらキングペンギンさんが花丸コンサートしてたんですよ。コウペンちゃんも混ざりたいとね言ってるんですけど、でこちらがねいよいよ本命の怪獣館。そしてまず迎えてくれたのは白熊さんですね。いやー、教えてくれるタイプの白熊さんとは違って結構怖いですね。これはコウペンちゃんも震え上がってしまいそう。そしてこちら、こっちのね怪獣館もペンギンだらけなんですよ。すいすい泳いでいます。ここまでペンギンが充実した水族館はなかなかないですよね。そして今からアデリーさんが登場します。見逃さないでください。はい、どうですかアデリーさん。ほんの一瞬だったんですけど、しっかりアデリーさんでした。そして神秘的な廊下を歩いていくと、すごいですねこれ、暗くなるんですね。さあこの奥に進むと、ついに見つけました、皇帝ペンギンの赤ちゃんと思ったんですけど、なかなか姿を見つけられなくて、あれいないじゃんと思ったんですけど、大人のペンギンさんしかいませんよねと思ったんですけど、ちょっと横にずれたらいましたね、ちらっと。どうですか、めちゃくちゃ可愛いですね。寝てるのかな、ちょっと顔は動いてるんですけど、あ、起きてる起きてる。なんだかとても眠そうな感じですよね。どうなんだろう、やっぱり寝ちゃいましたね。それじゃあ赤ちゃんが起きるまで、突然なんですけどね、コウペンちゃんの花丸講座ですね、キングペンギンとエンペラーペンギンの比較をね見ていきたいと思います。でこちらどうですか、違い分かりますか。色がねこうやって比較すると全然違うんですよね。エンペラーペンギンはやっぱりオレンジ色で、皇帝ペンギンは黄色って感じがしますね。それでこうやって区別がつくようになると、見分けるのも楽しくなると思います。でまだ寝てますねまだ寝てる。大人のペンギンさんの雄たけびで起きないかな。お、ちょっとだけ反応したんですけど、それでもダメですね。ずーっとうずくまって寝ちゃってるんですよ。まあそれもそれで可愛いんですけどね。動画はカットしてるからあまり長くは感じないと思うんですけど、多分1時間ぐらいずっとここで張ってましたね、起きてくれるのを。そしてなぜか大人のペンギンさんが回転しているんですが、大人のペンギンさんももちろん可愛いんですけど、やっぱりね皇帝ペンギンの赤ちゃんをね、赤ちゃんが歩き回ってるところを見たいっていうのがあったんで、頑張ってこうやってシャッターチャンスを伺ってるんですけども、なかなかダメで、でお供のコウペンちゃんがねこっち向いてって言うとね、ちょっとだけ、お、起きないですね、ダメでした。少し時間を置くためにアデリーさんを見に行くことにしました。はい、どうですか、そのまんまアデリーさんですね、銀って言ってますねこれは。いや、かっこいい。で隣には大人の、いやあれはキングペンギンかな、オレンジ色だからね多分キングペンギンだと思います。でアデリーさんがねこっちに飛び込んでくれるのかなと思ったんですけど、どうやら飛び込む気はなさそう。こんにちはアデリーさん。アデリーさんもこうやってコウペンちゃんが来てくれたからね、こうやって寄ってきてくれましたよ、オラ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 って言いながら2人して、と思ったらまた帰って行っちゃいました。で帰ったと思ったらまたこっちに来るんですね。アデリーさんは本当にずっと走りっぱなしでしたよ、走り続けるアデリーさん。そんなアデリーさんとは対照的な大人のペンギンさんですね。全然微動だにしない、全く動きません。そろそろ赤ちゃん起きたかなとね戻ってみたんですけど、やっぱりダメですね、ずっと寝てる。キャラスティックのコウペンちゃんがね起きてとこうちょんちょんしてみてもダメですね。そんなわけでまずはねグッズ売り場の方に来ました。コラボしているコウペンちゃんが全8種類あるんですけども、エンペラーペンギンの方はねもう人気すぎて売り切れですね。僕はアデリーペンギンさんになったコウペンちゃんを購入しました。
そしてこちらペンギンのあんまんもね食べたかったんですけど、これも売り切れ。てなわけでね、エンペラーソースのオムライスを食べました。デミグラスのオムライスなんですけども、ソースの部分がねペンギンの顔になっているんですよ。でオムライスがくちばしですね。すごく美味しそうですよね。コーペンちゃんもものすごく食べたそうです。でこちらの白熊さんのおまんじゅうもね、中身がカスタードでとても美味しかったです。そしてご飯が食べ終わって、コーペンちゃん起きてるかなと戻ってみたらね、起きてたんですよ。これは嬉しすぎましたね。ずっと見ていられる可愛さがあります。こっち向いてコーペンちゃん、こっち向いてほしいですね。向かないかなと思ったら、こう見てください、トコ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 と、いつも僕のコーペンちゃんがやってるようなことをコーペンちゃんの赤ちゃんが本当にやってくれました。これは諦めずに待った甲斐がありましたね。そして清掃の時間になってね、親子揃って移動しているんですけど、ちょうどこの位置からだとね、赤ちゃんが隠れちゃって見えないんですけどね。あ、見えた見えた。いやー、今日は大満足の日になりました。本当にアドベンチャーワールドに来て心から良かったと思えるような思い出を作ることができました。それでは長くなりましたが、今回の動画はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。ペンギンさんもね手を振っております。では他の動画でまたお会いしましょう。